はい、どうも、ヒルのハトモシでございます。最近ね、私、Windows でビルモアを使ってるんですね。動画編集ソフトね。で、まあ、動画編集ソフトを私何してるか。もともと Mac で動画編集してた時は iMovie 使ってたんですけど、まあ、カット編集とテロップ入れぐらいしかしてないんですけどね。まあ、音楽も入れたりしてたけど。まあ、ちょっとフィルムありまして、テロップっていうかタイトルが埋め込みじゃなくて、独立で出ちゃうんで、ちょっとその辺研究必要かなと思うんですけど、ことカット編集に関しては、iMovie よりやりやすい側面がありまして、ちょっとね、まあ、いいかな、いい感じかなと思ってやってたんですけど、ちょっとカット編集ね、やりすぎして、ちょっと昨日動画見てみたら、カット編集やりすぎで、すげえ見づらくなってたんで、あらららと思いまして、反省しました。なので、まあ、ノー編集でもいいんですけど、あまりね、切りすぎると見づらいというところも気をつけながら編集していきたいと思います。で、まあ、俺結構ね、テロップ出るの気に入ってるんだけど、無料でやるとテロップ出ちゃうんだけど、収益が上がってね、いけばお湯外してもいいかな。お金余ってれば。持っておりますので、今後ともよろしくお願いします。